葉からスタートです。キャンがすごいわ。蕎麦屋でした。こっちの通りやな、適当な滝林。雪が残ってます。こっちこっちです。ここはで3キロ。景色が変わりましたよ。標高700m、この辺気温5度。大観望はこっちですけども、通過。トッペンまで自転車で行けない。通過。なんかマラソン大会みたいな合ってるみたい。いや辛いだろうなこれ。結構あこれ痛かったな。新宿駅だと。この山並みハイウェイは車が多いです。今日はリアビレーターをつけてます。もちろん点滅赤色灯もヘルメットと、後ろ後部ここもいたな。牧場か。この先ずっと行くと、象ヶ原。この辺から下り基調になります。一遍走ってる道ですけども、風景は全く覚えてないから新鮮です。再開再開。よいしょ。草原が終わって山手の方に入って出ます。
いしょ。ああ、これも大きいな。朝やったらこちこち動くな。おお、すごい。からこうか、こうの方か、よいしょ、ここ出るな、この土、よいわ、ここにやったの。おお、いい滝だ。やっと住宅が見えてきました。まあこれで行き止まりはないでしょう。ここで行き止まりやってのは逆戻しやんか。バッテリーが足りませんね。ちょっと見てくれるか。まあ大丈夫。Good job.